はい、おはようございます。ロト6の抽選結果が出ました。2021年9月の23日、第1623回、本数字から発表してみたいと思います。07 12 15 17 19 29、ボーナス数字が22です。一等二口出ましたね。2億6,083万7,600円。2億6,000、羨ましいですね。二等十口、803万7,900円。三等が290口、29万9,300円。四等14,225口、6,400円。五等229,953口、1,000円。今回はキャリーオーバーはありません。ということで、私の方を見てみたいと思います。はい、こちらが私の結果になります。当選結果は外れ。購入金額は800円です。一口200円 ×4 口800円。当選結果 A17 の本数字が1つ、 B17 の本数字が1つ、 C15、17 の本数字が2つ、 D17、29 の本数字が2つ。前回もそうだったんですけどね、2個当たってあと1個っていうことで、あと1つですね。19、ここ11が12、07、あ、06が07、06が07、欲しいって言うとこの1つぐらいだけですかね。07だったら。29はちょっと、で、前回の数字を元にして2つの山に分ける。で、今回、2対4の割合で買ってるんですけど、実際は3対3でしたね。そういう意味だと、どちらから同じ数、3対3が選ばれてるっていうことなんですけども、自分の選び方は2対4だったんですよ。全部2対4ですね。それでやってましたね。その辺のもうチョイスで最初から間違ってたっていうことになるんですけども、ただやっぱり一番、3個だけでもね当たってほしいっていうのが一番なんですけども、もうちょっとその辺も考えて購入していきたいなと思います。皆さんはいかがでしたかね。今回1等が2口出てるってことですよね。そういう意味では、当たりやすかったのか。まあ今回キャリーオーバーがないんでね、またコツコツと買っていきたいなと思います。はい、今回は以上になります。